こんにちは。2月の13日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、現時刻今4時34分を過ぎたところでございますが、さて本日でございますけども、えー、主要新聞は、あなんと、長官。 え、休館でございます。ということで、え、週末にございました日米首脳会談に関しての詳細は、どちらかというとテレビだとかインターネットでご覧になられた方の方が多かったのかなと。まあもちろん週末の、え、主要新聞などでもご覧になられた方多いか、多かったかと思いますが、え、日米首脳会談に関しては、まあこちらの方が一番間違いないのかなというところで、首相官邸のサイトをぜひご覧になっていただければと思います。え、日米の共同会見、え、日米首脳によります。 共同記者会見、トランプ大統領と安倍首相の会見、出ております、非常に細かく出ておりますので、ぜひご参考になればと思います。さてで、そうは言っても、いろんな形での新聞、書面で出てますのは、こちらですかね、日米首脳5時間ゴルフというところが、まあ、非常に日米関係の首脳の、えー、まあ、 混移動が高まることは非常に喜ばしいというのは、まあ、政府関係、特にまあ菅官房長官などもずっとおっしゃってましたけれども、そうしたところでは丸二日間での同盟強化を演出というところでは、えー、北朝鮮からのミサイル発信などもございましたが、地政学リスクにぶれることなくというところが本日の東京市場だったのかなというふうに思います。で、えー、本日の 東京市場の動き、ちょっとポイントとして押さえておきたいのはこちらでございますね。先ほど申し上げましたが、週末の日米首脳会談ございましたが、深夜でございました。この時間帯ですね、2月の10日の取引分になります。金曜日、夜中の3時過ぎから記者会見ございましたけど、その時もほとんど、 まあ大きな反応なかったのかなと、マーケットが少し良くも悪くも期待していたのは、通商政策、ないしは為替政策におけるなんらかの合意が、合意何しか発言などが出てくるのかなというところだったと思いますが、何もなくそのままスルーしてしまったと。 いうところで、これ週末のところでございます。そして週明け本日でございますが、東京市はまあ株高円安から上昇したとこういうところだったんですが、えー、ドル円相場のは114円台に乗せたものの、そこから大きく円安になることがならず、えー、日経225の方は、現在東京金融取引所、えー、クリック365は19,440円ぐらいの水準でしょうかね。19,500円をちょっと超えることができなかったというところでございます。 え、ドル円においては114円のちょうど水準、ええ、にやはり数億ドル分の、ま、ここからはさらに上、え、コールのオプション、オプションコールの設定観測があるので、ま、それに合わせての、え、汚売りがあるんじゃないかというような形でのインターバンク市場からの観測がございましたが、日経225の方もこちら、ちょっとご覧になっていただければと思います。今回非常に目を引きましたのは、1万、え、失礼、2万トンで、 500円のコール、えー、なんと5000枚を超えてと、ここの水準を大きく、えー、ブルコールになっているとこういうところでございますが、もちろんコール売りで、まあ、リスク取っている向きもいるんだとは思いますが、この辺の攻防がかなり目立ちました。で、一方で、下値において1万、えー、8000円のプット、こちらの方は4000枚と、えー、かなりレンジを取ってますが、ロングストラドルでの戦略形成なのかなというところを感じた次第でございます。 さて、で、今回でございますけれども、先ほど、こちら、まあ、こちらの方は、朝、え、刊、ーえー、失礼、夕刊というふうにして申し上げましたが、日経新聞さんの夕刊でございまして、で今日はこちらの、えー、テレビ欄の八面に、えー、夜でございますけれども、日経 CNBC さんがございます。まあ、こちらのテレビ欄なんですが、 え、ぜひご覧になっていただければと思いますが、え、今夜私が出ます。え、ということでこの日経 CNBC さんの時にどんなコメントをするのかということをちょっと先んじてですね、今回はこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。 エフクスドル円投資家は日米会談をどう読んだかというタイトルです。で、先ほど申し上げましたが日経 CNBC さんのヨルエクスペルスに出演させていただきますが、えー、首脳会談後の顔合わせ展望という形で出演させていただく経緯なんですが、もう先にこの倍、えー、品をご覧になっている皆様方に、まあ、先にちょっと深掘り、まあどちらが深掘りになるのかちょっと微妙な、今の段階では微妙なところでございますが、どのような見解を申し上げるのかというところで、えー、当社あご利用の お客様 FX ご利用のお客様の 売買比率動向からちょっとご覧になっていただければと思います。えー、シンプルに、まあ、これいつも毎回毎回ご案内させていただいてます。週末にご案内させていただいておりますので、えー、見方、ご理解していただいてるというふうにして思いますが、回避率が直近グッと、要は2月,2月10日分の回避率、グッと上がってるよというところです、えー。ドル円の終値もですね、まあ、こちらの方も上昇してる終わっていると、113円台の前半で終わっているというところなんですが、今までのパターンは、 上がったところでは売って、下がったところでは勝ってというのは逆張り思考だったんですが、えー、今般この日米会談を通過した中では、ドル買い円繰りのポジションに傾けた方々の方が多かったというのが、これちょっと久方ぶりでございますが、こうした動きになっていると。要は、 今後もなんですが、この日米会談、通過したことによって、大きく、通商政策、もしくは為替政策というところでは、我が国においても大きくですね、え、プレッシャーかかってくるのがなかったね、というところで、逆に今後でございますか、超短期、操作きの日銀の緩和政策であったりだとか、もしくは、まあ、米国に対して、長期融資、そうしたところ、ないしは、米国のインフレ見通しにおけます利上げ観測、今週は2月の14日、 FRB 議長の議会証言ございますがそちらの方でまあえー、やはり少しでございますけれども中期スタンスでドル買い円売りでのリスクを取られてロールオーバーなされた方々が多かったのかなとこういうところはこちらので見受けられます、えー、どちらかというと新規倍でロールオーバーなされた方々が多かったイメージでございますが本日もうすでにですね、えー、この水準から え、先週の終わりの水準から今日は114円台に一時突入してます。突入というか、まあ、次元してますので、えー、そうなりますと、これ短期的にはリグって終わってるのかなという感じもしなくもないんですが、えー、いずれにしてもですね、ちょっとこの日米会談に関してはあまりネガティブに読まなかった方々の方が多かったというところはこの回避率動向から伺わえるところでございます。さて、で、今回の 日経平均の採用銘柄、本日分でございます。値上がり率、値下がり率、ランキング。えー、さて、ちょっと気になるところでございますけども、5711の三菱マテリアル。これ、上昇率1番でございましたけども、えー、チリの銅鉱山。まあ、鉱山などで、これ今、ストライキがなされておりますので、銅の供給懸念がちょっと低下する。で、世界的にはこれ、リスク懸念低下しておりますので、 え、需要に対して、えー、まあ、供給不足ということで、三菱マテリアルが、まあ、春別されたよね、というところでございます。で、その他でございますが、6502の東芝であったりとか、えー、あとは、そうですね、国際定石1605ですかね、国際定、えー、国石油えー、こちらの方はですね、今期の ええー、まあ、どちらかというと、財務指標を見てというところなんでしょうか。で、えー、国際定石においては、17年の3月純利益、こちらの方を情報修正したと。で、これは260億から780億、ええー、というところでも、これはかなり上昇してますよね。260から480億円の情報修正と。利益計画情報修正をし別したと。で、ええー、まあ、 投資なんですけども、どちらかというと、これ、まあ本来はネガティブというところなんだと思いますが、今期の債務超過、やはりこれ回避をせざるを得ないというところなんでしょう。都内の施設を某テレビ局さんに売るんじゃないかと、売却するんじゃないかというような観測報道。こうしたところでやはり身軽さ、えまあ財務諸費をまあこちらのも結局は決算になってくるんだと思いますが、そうしたところでの上昇というところでございました。え、外部環境という言い方をするなら5711の えー、三菱マテリアルだけなのかなというところだと思います。で、一方で下落したところでございますが、 6113のアマダホールディング。こちらの方は、4月12月期の30%減。営業収益。これちょっと不調でございました。7の6二の七寸も同様ですね。七寸時計も。4月12月期の営業利益。前年同期比で30%減というとこです。あとはちょっと目立ったとこではございます。気になったとこですけども、これ先週だったかと思います。2月の8日、水曜日、木曜日だったと思いますけども、一部の証券会社など、8331の千葉銀行、 投資判断引き下げというところで、ちょっとこの辺のです、ね、収益性、マイナス金利がありますので、そうしたところの収益性を危惧しての指摘、それが今、ちょっと今日は目立ってしまったのかなというところかと思います。 で今回の売買シナリオでございますが、まずはドル円です。えー、ドル円の方は、113円の30から114円の20銭というところで、ちょっとワイドにとっておりますが、基本的なスタンスは様子見ないしは買い待機というところでございます。エントリー水準は113円の30で新規買いと、日、え、足、ー、のボリンジャー、月足のボリンジャー、それぞれ中心線ございますが、えー、そこの支援、割れのところで拾いたいなというところです。開、え、始、ー、は114円のちょうど、60銭狙いでございますが、 アゲインストどこまで見るのか、ちょっと悩んだんですが、やはり急騰体でしょうかね。えー、つい先週でございましたあ。ここ数週間のうちにですね、えー、税制に関して、えー、まあ、期待を持たせるような改革を、えー、期待、 持たせるような発言ございました。それに対しての上昇体、この緑色でグッと囲んでおりますが、この価格帯をやはり戻していくような形になりますと、112円台の前半まで、グッと押し下がっていくだろう、というところで、今回は3の30で買って4のちょうどで売る、60銭ね、えー、失礼、70銭狙いなんですが、アゲインストは2円の80銭、50銭アゲインストというところで、70銭狙いで50銭リスクというところで勘案いたしました。で、えー 今夜でございますが、ちょっと警戒したいのはですね、じゅえー、主要、えー、まあ中央銀行の幹部であったりだとか、要人の各経済指標も含めてはないんですが、えー、トルドー、トルドーさん、えー、カナダのお首相、まあお若い方でございますけれども、会談なさいます。やはりナフターがポイントになってくるんでしょうか。そうなりますとトランプ法、 トランプ法って言うんでしょうかトランプランチャーなんでしょうか急にツイッターなどでまたまた出てくるかもしれませんので、その辺の動きは一応警戒したいなというところだと思います。トランプ大統領とカナダの首相、会談予定でございます。 えそして日経225の方でございますが、やはり19,500円台は硬かったねというところ、これ以上はちょっと上ね重かったねというところで、今回でございますが、19,350円から500円。150円の値幅レンジ予想で、目一杯でございます。19,350円で買って、19,500円で売ると。150円狙いと。で、アゲンストレスが、19,250円。100円リスクとこういうところで考案いたしました。で、ポイントは1点かと思います。 以前、従前よりもこれずっと何回も何回も申し上げていたんですが、1万9100円台のところにはテクニカル的な抵抗体がいっぱいこれ、集中しておりました。で、これを超えてと、おいうところで、これが今逆に支援体になっておりますが、この支援体は、ちょっとロングで持たれる方も十分ご注意していただければと思います。この水準ぐっとまた下抜けてしまうと、1万9000円台維持を問われるような展開になるよと。まあ、この辺は中長期的な観点でご覧になっていらっしゃる方も、 いらっしゃるかと思います。まあ、これはあくまでもオーバーナイトでの売買シナリオでございますが、ロングポジションを持たれる方々、この、えー、週足、日足、えー、一目均衡表でのテクニカル的な水準、えー、ちょっとご、えー、ご留意をしていただければというふうにしております。えー、米国の、お 主要株式市場はおそらく大きく動かずに、まあどちらかというと堅調性を保つような動きになってくるかとは思いますが、ドル円でない内社先ほど申し上げました、トルド首相、カナダの首相との会談、そうしたものにブレてくる可能性ございますので、十分ご注意いただければというふうにして思います。 ええ、改めてでございますけも、先ほどの、ちょっとご覧になっていただければと思います。夜の21時でございますのでね、ちょっと夜遅くなりますが、日経 CNBC さんに出演させていただきます。為瀬展望の中ではやはり今週の大きなテーマというのは2月の14日。 イエレン FRB 議長の議会証言でしょうかね。まあ、これはまた近くになってきてから、いろいろご案内させていただこうかと思いますが、大体過去速のパターンで見ますと、議会証言の前に走行が出てきます。原稿が事前に出てきますので、それで大きく動いてくる可能性も十分ございます。まあ、これはまた、その時になったき でからご案内させていただこうかと思いますが、さて、収書でございますので、まだちょっとマーケットの咀嚼度合いがまだ測りかねるのかなというところかと思います。えー、リスク管理の方はですね、十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにしております。以上、2月の13日、えー、月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。